ども、やはりバンドやっていても、特撮好きですっていうと全く女の気がない、モテない。というわけで、本日の研究テーマはこちらです。はい、本日の研究テーマは特撮映画で一日潰したい。ありがとうございます。まず特撮映画です。どうするにはこちら。まず一日置くには費用を安く抑えることができる。そして、いろんなところにやっぱどうせだったら行きたい。さらに、やっぱりデートですよね。終電まで絶対に帰らせないと。ここから導き出される答えはこちらです。ドン！ウルトラマンスタンプラリー2014。こちらですね、去年の12月から2月に向けて開催されました、なんと東京都内および近郊を64駅回るという過酷なスタンプラリーです。これを1日で行ってみたいと実際私、行ってきました。はい、まずスタンプはどんなものか、はい、こちら予定のセミ人間ですよ。セミ人間、宇宙怪人、セミ人間、宇宙なのか怪人なのか、セミなのか人間なのかっていう、これを、こんなマイナーな怪人も含めた64体を集める、このためにまあ、ね、大好きな彼女を連れてちょっと行ってみようじゃないかというこんなので、はい、まず集合時間こちらです。はい、新宿発池袋方面、4時44分また演技が悪い風ですね、いきなり。これ4時40分、こちら、池袋方面をして山手線15番ホームの始発電車ですね。こちらに乗ってスタートします。まず第1駅目はこちら新宿駅、ウー、いきなりウーです。ウルトラマンドです。ウーです。そう、ウーを超えて、この企画はですね、かなりすごいマイナーな駅にこの主要キャラがいるんですよ。例えばこれ南流山のウルトラマン、どこだよって言われて南流山ですよ。そして、こちら行ってきました、実際に。はい、こちらです。ドン、皆さん見えますかこれ。まずウルトラマンの格好をしてちょっと回ってみようかと。はい、これ一応ウルトラマン、こっちこのウルトラマンっぽい目をつけて一周してみました。はい、そしてですね、まずやはり電車に乗るということはこれがあります。出勤ラッシュ出勤ラッシュに揉まれて、この苦しみながらこれは、ね、自分でカシャッと一人っきりでね、行ってきましたわけで、そして、はい、観光やっぱりデートですから、あちこち回るわけですからね、やっぱりどっか行きたいなと観光したいわけですけども、はい、ちょっと計算してみました。はい、始発、5時ですね、で終電が、24時、約19時間。はい、というわけで19時間あるとなるところ、64割る、64駅を19時間で割ると 3.37、 つまり1時間に3駅、最低でも20分に1駅回らなければ達成することができないと。というだから観光なんて1人はないんです1秒たりともひたすらストイックにこうしてですね、電車を乗り継ぎ回らなければならないと。はい、そしてお金が困ったらこちらですね、ウルトラサプライズ、金利の改進期続く、年利 1.99% から 7.99% という、これ本当にウルトラマンのスタンプラリーあったんですよ、ウルトラマンのなんとかですね。そして渋谷駅でちょっとこんなね、子供との出会いです子供との触れ合い、完全に僕のことをヒーローと思ってるんですね。そしてやっぱりいくら子供と会っててもこんな時間はないと、ひたすらストイックに、スタンプを、ね、押し続けなければならないです、このイベントは。はい、そしてですね、はい、こちら、Twitter に勝手にアップされていた写真コーナードーン、これ渋谷駅ですね渋谷駅に撮られた1枚です。いや、僕だったら絶対通報しますね、これはい、ドーン、こちらは多分どっかの地下の駅ですね、撮られた、このまま通報しますね、僕だったら。はい、というわけで、ここで、ディナータイム、やっぱお待ちかねのデートといえばディナータイム。しかし、やはりそこは時間はない。もちろん、そばです。立ち食いそばで、喉を潤し、お腹を満たすと。はい、そして、無事、たどり着きました東京駅、64駅目。この時点で約もう23時半でしたね。はい、で、もうこうして感動のゴールを迎えるわけです、東京駅の名所でね。そして、はい、なんと、64駅達成するとスタンプを64個頑張って始発から64個集めると、なんと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 ソフィーのスタンプがもらえると。そう、まあ、そしていよいよ終電になり、
24時を回りまして、さあじゃあもうデート終わりだねとなるところでもう疲れて全く動けないということになりました。どうもありがとうございました。よろしく。